皆さんどうもこんにちは。初めましての方とはちょっと知ってる友達も今日は来てくれてるんですけれども、今先生、小牧先生の方から話があったように、私は割と日々ハードに仕事をしておりですね、ちょっとこれがもうちょっと暗くはできますか。いろいろ簡単に言うとですね、プロフィールここにザクザクザクと書いてあるんですけれども、通常は岐阜県でいうと韓国国際戦略アドバイザーで何してるのって感じなんですが、もともと新聞記者ですとか映画のプロデューサーなどをやっていた、やりつつですね、この地域にしかない地域の地域資源をいかに観光資源にして国内外に、プロモーションして売っていくかという、そんな仕事をしております。で、今は一時ちょっと岐阜県の観光局長に民間からヘッドハンティングで、知事のヘッドハンティングでなって4年間局長職をやっておりまして、そこでかなり岐阜県の地域資源を海外、国内外に売るという仕事をしておりました。で、公務員任期を終わりまして、がっつり公務員やってたんですけれども、それが終わりまして、今はちょっと上の方に書いてありますけれども、教育文化プラザにあります教育文化財団なんかの主にアートとか文化、あと障害者の方のアートとか、暮らしを支援するアドバイザーとですね、山形県ですとか兵庫県の淡路島とか、ちょっと各地で仕事をしています。で、今日のお話なんですけれども、今私がなぜこんな病気にまずなったかの背景みたいな形で、ここに仕事は頑張ったもののと書いてあるんですが、その前も海外には結構行っていたんですが、その岐阜県の観光局長になってですね、2009年から実は今も公務員は終わってますけれども、その後アドバイザーという職務で、特に岐阜県を海外に売るという仕事はまださせていただいています。やってねって言われてやっております。で、大体2009年からここに今書いてあるマップですね、右からわーっと矢印が出てますが、最初にアジアの各国に岐阜県をプロモーションしてきまして、プロモーションといってもただやっていくだけではなくて、当然岐阜県庁として岐阜県として岐阜県を売るということは、観光ですとか食の資源とか物を売ること、そのあたりを全部やりますので、一回行って終わりではなくて、知事さんなんかと特セールスって、これ行政的用語では言うんですけれども、各国に PR を知事とする前に 1,2 回は事前準備で行って、その後またフォローに行くみたいな、そんな暮らしをずっと続けておりまして、振り返ってこの今日のちょっとお話、講演のために振り返ってみたら、ほぼここに書いてある岐阜県のプロモーションした国全部には行っており、12カ国17都市ぐらいで、これも60回程度ということで、もうちょっと行ってるかもしれませんが、大体行ってまして、で、平均にするとですね、大体1年に約6回、大体2ヶ月に1回渡航しておりですね、何が言いたいかというと、やっぱり飛行機に長時間乗るずっとした姿勢をしているですとか、あとかなり海外に行くと時差もあったりして、夜が眠れないとか、仕事にやっている間は人張っているので、がっつり仕事を海外でもしてくるんですけれども、その帰ってきた後にガチャッとなったりとか、もともと腰痛持ちだったので、野崎先生にはその最初に多分ぎっくり腰になったかなんかの時にも一回お邪魔しているんですが、こういう日々を過ごしていると知らない間に体調がガタガタになっていってしまったとか、こんな感じで各国でいろんな仕事をしてきています。で、ちょっと皆さんせっかくなんで、私県の今も観光局長役の観光のインバウンドっていうんですが、外国人を一生懸命岐阜県に呼ぶ仕事をしていて、この10年間ないしは、これはたまたま2016年のデータですけれども、この宿泊者数っていうのが大体全国の自治体が競争したりしているところなんですが、岐阜県の状況、余談ですがちょっとお知らせをすると、やっぱり相変わらず県にいらっしゃるお客さん多いのが中国とか台湾のアジアの方がやはり近いのでなんですが、岐阜県の大きな特徴は右側のあたりの欧州ですね、欧米からのお客様が、海もなくて港もない県なのに多いというのが大きな特徴です。で、これからも今も伸びていまして、この2016年の時でこれ100万113万4000あ違う100万100
13,490人というデータ、宿泊者のデータなんですが、しかもこれ小さい民泊とかの人は入ってないんですけれども、今も今年というか昨年度ですね、2018年は120万人超えまして、まあ、そういうこともために仕事をしているというのが私の仕事です。でこの欧州に多いというのは、要するに欧州に非常に通ったということでして、なんていうんですかね、12時間ないしはトランジットで何時間とか、そんな飛行機に乗り、だいたい向こうで時差ボケになり、だいたい平均向こうに行くと眠れなくなるので、3、4時間の睡眠を1週間ぐらいして帰ってくるみたいなことをやった結果が、それだけの結果じゃないんですけども、まあ、こんな風に岐阜県観光では頑張ってまして、こういった、それ実は全国でいうと47都道府県あって、岐阜県大体14、5位に入ってて、これは結構成績がいい方なんですね。でもう1点だけ伝えておくと、これ世界地図の何が書いてあるかちょっと分かりにくいかもしれませんが、この仕事もずっとしているということで、つまり海外のお客様、外国人のお客様を岐阜に呼ぶというと同時に、そこの来た、そこの国の人の国にですね、岐阜の飛騨牛とか岐阜のものづくり、家具とか、いろいろな和紙とかプロダクトを売れるお店を作ってるんですね、同時に。それなので、ただ一回行くだけじゃなくて、何回も何回も行って現地のお店で、プロモーションに行って、知事さんとかに行っていただいて、岐阜県よろしくねって言っていただくだけじゃなくて、それがその人たちが帰った後に岐阜のものが買えるとか、岐阜の飛騨牛が食べられるとかってお店を実は開拓しています。こんな仕事で、ちょっとマップにしてみたら結構あるなという感じにはなったんですが、ここまでこれだけの国々に通ったということです。まあ、そんな日々を過ごしていたらですね、ここからが、本題に入りますけども、ちょうど2017年の11月13日なんですが、ロンドンに着いて、非常に寒い日でした。で前の日もものすごく寒くて、でこの日もこの3日前ぐらいにパリに入ってて仕事をして、でフランスからユーロスターという電車に乗ってですね、ロンドンに着いた日が13日の、12日の夜遅く着きまして、とても寒く、屋根裏部屋みたいな、ロンドンって非常にこう高いので、なかなか大きなホテルとか泊まれないんですけど、県職員のお金ではですね、その予算があってですね、で、泊まった部屋もすごく寒かった。寒いなとは思っていたんですが、朝起きた、5月の13日朝起きたらですね、これメモに書いて、実はこれが私の2017年の手帳で、ここに書いてある手帳にかなり細かくこの後自分で状態を書いていったので、それをちょっと参考しながらご紹介していきますけども、まあ朝激痛が起きたと。ご印象ってないですよね、先生。ないですか？あ、いいです。ないです、大丈夫です。で、とにかく何かというと、激痛だけではなくて、朝起きてシャワーを浴びようと思って立ち上がったら、左足が完全に麻痺して突然なんですね。それで動けなくなって、という感じで、すぐそこに部屋がものすごく狭いので、もうすぐこのぐらいのところにシャワールームがあるんですけど、そこにも行けずに、どうしようみたいな感じになったと。で、その時頭に浮かんだのが、血液の問題で麻痺、要するに脳出血とか、なんかそういうのだったらどうしようと思ったのと、もしかして腰かなと2つ思いまして、ただこれ仕事の最中でしたので、足を引きずりながら、翌日もここにこう仕事をなんかメモがこうわっと書いてあるんですけれども、朝行って、でその日、すぐに医者を探してですね、ロンドンの、内科と整形外科両方ある病院を探して、そこに行きました。そしたら先生がすぐに検査をしてくださって、まず血液検査してくれて、その血栓が詰まっているとかそういうのではないよとすぐ言ってくれて、で多分腰が悪いなら腰とかじゃないかなと、で多分神経に来ている、その椎間板ヘルニアとそこでは診断はされませんでしたが、そこまで、レントゲンは取りましたので、その場でですね、でいつ帰るんですかと言われて、2日後に帰る予定ですと言ったら、まあじゃあ治療してもあまり日本で治療してもらってくださいと言われて、で、ここで言うとちょうど下のあたり15日あたりにやっと帰れるみたいなメモがあるんですが、仕事をしながら足を引きずって、15日の日は帰りは車
車椅子に歩けないので車椅子に乗って空港支援をいただいて日本に帰りました。で、これがその週の後半のメモなんですけど、かなりこうやってちょっとかなり今までにない腰痛とかぎっくり腰と違うというのはもう自分ではっきり分かりまして、要するに左足がもう完全に麻痺をして、足のこの何て言うんですかね、ここの部分がこう曲がらなく状態になってたんで、ちょっとおかしいなこれはと思っており、で帰国をして、近くの病院に、近くの整形外科に行ったらですね、多分リハビリが必要だろうなとその時点で思ってましたので、近くの方がリハビリに行きやすいかなと思って、いわゆる町のお医者さんに行きましたら、いやこれはもう運動麻痺が始まっていますから、で多分ヘルニアだと思う、急性のヘルニアだと思うと言われ、もう大きい病院に行ってくださいと言われましたので、日本赤十字の二赤の方に行きまして、専門医の先生に見ていただいたら、急性椎間板ヘルニアということで、ちょうどここの椎間板のところの、私も見ましたけど、ヘルニアが巨大なヘルニアがぐっと一気に飛び出していて、それで神経に当たってこちら側の足が一気に麻痺したということになっていました。で先生の方からも、その後ちょっとまた後ろに出てきますけれども、一気に出たから多分ヘルニアが出してた時に、そのぐっと出た時に細かく砕いて、ヘルニアって専門医の先生が言ってくれたんですけど、だんだん中の、私ちょっと専門家じゃないでよくわかんないんですが、体内の中の細胞が石砕くとみなすとヘルニアを食べてくれる、これ先生が、専門医の先生が食べるという言葉を使ったんですが、食べてくれると小さくなるかもしれないけど、細かく砕けてるか異物があると、異物だと思わないで食べてくれないこともあると言われて、だからあなたの場合急激に出てるから、そのあたりの判断が今までできないよねと言われたんですね。で、そうですか、ね、で先生は、ちょっと検査、この後、もう少し検査をして、手術ができるかどうかを判断しましょうというように、二席の専門医の先生は言われました。で、私は、手術かと思ったんですけれども、とにかく、まず、野崎先生に連絡をしなくちゃと思ってですね、すぐに連絡をして、というかもう、ロンドンの段階で先生にメールを打っていて、とにかく食べなさいとかいろいろご指導はいただいていたんですけども、で先生のところに行きました。針とかって書いてあるのがそういう日なんですけれども、で先生にすぐ鍼灸していただいて、漢方薬ですとかを処方していただいて、その後は完治ですと言われるまでに、大体最初の頃は 2,3 日おきに先生のところに通いました。で、2,3 日おきに通うことがどれだけ心の支えになったかということなんですが、先生、私、自分はもうや、はい、何を処方していただいたのか、何をどんな針をどう打ったのかわからないので、はい、そこはちょっと先生に今、ここでご説明をしていただければと思います。はい、ちょっとだけ明るくしていただいて、先生にちょっと。はい、ありがとうございます。古田さんの場合の症状ですね、実は首のヘルニアです。なんですが、経験ある方いらっしゃるかもしれないですが、首であったり、またストレートネックと言われている方なんかもそう、首肩の症状が箸のしびれ、特に左足のですね、しびれという症状が出ておりました。で実際に鍼灸では、皆さんどうですか、痛いところ、凝っているところを触ってほしいな、また患部という印象あるかもしれないですが、実際鍼灸ではですね、そこを首を直接針するわけではないんですね。なので先の1ヶ月間はほとんど首を触らずに、全身、腕で手の先であったり足首であったりの針と灸から治療を始めました。これをすることで、症状は今首に出ているけれども、全身のバランスを整えるということから始める。そうすることによって自己治癒力が上がるんです。なので自己治癒力を上げるという意味の鍼灸と漢方薬も同様です。痛みに対して風刺散といって体を温める漢方薬、これ実は風邪症状にも使うんですね。なんですが、体を温めることによって自分で治ろう、先ほど言いました異物と認識して、マクロファージといって自己免疫によって自己治癒が進むような漢方薬、そしてもう一個、シカロンというシコンという異物を使った漢方薬がありますが、これは何か、これもヘルニアの治療薬とは書いてないです。整形外科では一切出ない漢方薬なんですが、疲労を取るということ、朝起きた時に疲労感が残っている方って
り心筋代謝を、体調もですかね、傷であったり痛みで治りにくいですね。その方さんの場合はやっぱりハードであちこち出張されてるということで、毎日の疲労を次の日に残さないこと、寝ての間に疲労を取ることができれば自力で回復することができる。ですので覚えてらっしゃるかな、昨年の春以降ですね、やっと座っての首の張りって始まったんですね。それまでは中を上げるということに特化した処方で鍼灸漢方をさせていただきました。以上になります。ありがとうございました。ずっと腰をやってるとばっかり思ってたのに、実は首だったという ね、 そうですね、はい、ありがとうございます、はい、というような治療を、ちょっと暗くしていただいていいですか、治療をしていただきました。でこれ少しだけ経過をいくとですね、で次の週、要するに13日に発症した翌週ですね、このなんかちょうど、この20日のあたり線が引いてあったりするのは、私は結局大体出張をしますと、その後すぐに仕事を始めるんですが、動けないので、仕事をこうどんどんキャンセルをしていったんですね。で、そんな線が入ってたりで、この中旬あたり、に整形に行ったら、腰のあたりの MRI を取り直して、なんか MRI かすみません何か忘れましたが、一番小さい内視鏡で取れるから、たくさん飛び出しちゃったから逆に取りやすいと思うよと先生に言われたんですね。で、そうですかと言って、手術しないとダメですかって申し上げたら、それはあなたが決めればいいけど、この後その足のちょうどその時はここも動かないし、もちろん歩けないし、で足がこう上にかかと歩きが全くできない状態 で、しかもこの足のこちら側の指もなかなか動かない状態だったんですけど、実は18日前の週に先生のところに行って2回ぐらい行って針をやっていただいたら、もう先が動くように少しなってたんですね。で、この専門医の先生が、私が先生ちょっとだけ足の先が動くようになったんですけどって、なぜかとは理由は言わないんですけども、家で頑張って動かしましたみたいなことを言ったらですね、じゃああなた自身が手術の決心がつかなくて、まだそれで、もしかしたら治るかもというのが思う、何かそういう気持ちがあるのならもう少し様子を見ても大丈夫だよと。ただ、ここが先生が言われたのは、この足のその先、ここの部分の中とがドランと突然なってしまうかもしれないので、ドランとだったらもう危ないから、とにかくすぐいらっしゃいと言われて、見過ぎてすごい混んでるんですけれども、先生、その専門医の先生はものすごくいい方で、それこそ長いと 4,50 分一人で見てくださるんですね。で、私は、基本東洋医学とか東洋医療の方というか、薬も普段あまり飲まないで、ミオパシーだったりとかもしてる、レメディ飲んだりとか、あと先生の漢方薬を飲んだりしてるんですね。っていうのは、簡単に言うと私の父が薬でほぼほぼ突然死したと私は思っているので、もう30年ぐらい前からそういう暮らしをずっとしていて、それまでそういう勉強というか、自分自身がそういうことを選択してきたのに、そういう私が、ここでいきなり痛いからとか、明日仕事して、もう早く仕事して、復帰したいから手術しようっていうような判断をするのが自分の中でいいかなっていうのを自問自答を非常にしました。で、その自問自答をしているのと、でもものすごくやっぱり足がただ麻痺するだけで痛いのと、とにかく動けないとか、腰が痛いとか、痛みがある強い痛みでしたね。この辺り脳頭部の右側にもかなり書いてあるんですが、っていうのとの葛藤です。ただ手術をできるだけしたくないと、いろいろネット検索をしたり本を読んだり、かなり、そういうことをしてしまう派なんですけれども、する中で、手術をして、例えばヘルニアをカット取ったら実はその後どうなるんだろうなって思ったり、手術をした後にその怪我の方が痛いか、怪我というかそのしたところの方が痛くなるとか、いろんな体験があって、こんな感じで手帳にものすごく、日々の状況を、書き込んでおいてですね、いたわけです。それでこの次の週にはもう野崎先生のも何回ももう通ってましたが、先生ができるだけ鎮痛剤、痛くても鎮痛剤を飲まない方がいいよと言われましたので、決心をして、よほど痛いで鎮痛剤で痛みが取れば気になると動いちゃって治らないよとも言われました。あとこの辺りにも書いてあるんですが、私はやっぱり
ここにもなっても仕事をしなくちゃとか思っていたので、とにかく仕事の整理をしようと。で、体を大事に考えていると、考えようってこうメモを書いて、すべきことをするとか、したいことをまずしようとか、取捨選択をちゃんとして生活を見直そうとか、そういったことを書き込んでですね、自分に言い聞かせていたという形ですね。鎮痛剤を飲まないって書いたのも、気持ち ただ言われてはいって言ったんではなくて、ここでもう決心してみようと。ただ先生も本当に我慢できなかったら飲めばいいと言ってくれてはいましたので、そういう言葉も結構救いにはなってました。本当に我慢できなかったらというようなね気持ちで、次の週にも書いてあるんですが、本当に我慢できないってどのぐらいの我慢なんだろうかね。結構そういうことについても自分なりに考えていったんですね。で、画面があれ、すみません、痛みに向き合うってどういうことかなっていう、分かりました。野崎先生とかに行きながらも、病院の方でもちろん、大体何日おきに来てくださいって言われて、専門医の先生とも話をしていて、痛いですよねとかって言われたり、する中で、この痛みって何なんだろうっていうようにちょっと考えるようになったんですね。そしたらその専門医の先生が腰痛、まあ、腰から来ているヘルニアの、ここにヘルニアがあったんですけど、腰痛っていうのは、僕はもう何十年、その整形なんか部長さんだったんですけど、専門医なんだけど、実は腰痛っていうのはまだまだ分からないことが多いんだよねって先生が言ってくれるわけですね。で、私は、この先生のことは信用しようと思って、その先生ともかなり話をしたりしながら、で、一方で野崎先生とも話をしたりしていました。で、その中で、痛みっていうのは脳がですね、経験値の中から作り出しているものもあると。だから本当に例えばヘルニアが出たから、神経に触って神経が麻痺してるのは当然論理的な、因果関係なんですけども、それが痛いかというと、痛いっていうのはもしかしたら違うことかもしれないなとか、そういったことをこうできるだけ自分に対して冷静に見つめていこうということを心がけていってですね、まあ、痛いし、いつも仕事一回休まなくちゃと思って休んでいて、あと、歩けないので、このぐらいの時はまだ私の部屋は2階にあったんですよ。2階に行けないので下でずっと寝てて、そこに本がいっぱいあったので、まあ、そんな感じでいろいろな本も読みましたし、手術に関しての意見も、手術した方がいいと思う、どう思うってものすごくいろんな人にも聞きました。で、実際に、急性椎間板ヘルニアみたいなのになって手術した人の意見も聞いたし、すごく良くなるからすぐやった方がいいよって人もいたり、一方で同じ同級生がたまたまそうなったら、ここになんか手術がうまくいかなくて、その後また再手術したんだよとかね、まあ、いろんな人がいたら結局やっぱ自分で決めなくちゃいけないなと思ったりしていました。ですからそこを悩みつつ、痛みに向き合うという気持ちをどういうふうに自分の中で処理していこうと考えてた時に、さっきの鎮痛剤の話じゃないですけども、どうかは我慢をするんだけど、で実は仕事でもかなり我慢をするタイプだったんですが、我慢をするばかりは美徳じゃないなとか、ここで無理って思うっていう無理のボーダーラインって人それぞれ違うので、自分のボーダーラインがどこにあるかっていうのをやっぱり自分できちっと知らないといけないな、要するに自分を直すためには自分を知るというのが一番大切だなというようなことを思うようなことになりまして、そういったことが手帳にもびっちり書いてありますね。で、その翌週も12月になってますけれども、この辺りぐらいから、実は私、ホメオパシーっていうのが好きでよくやってるんですが、たまたま知り合いのホメオパスっていう方に相談をしたら、彼女がドイツにいるんですけども、これがいいよっていうのを送ってくれたものがあって、でそれを先生とかに通いながら、飲んだり、気持ちよく上げるフラワーレメディを使ったり、で少しずつ動けるように、ほぼほぼ鍼灸に通うたびに少しずつ足が動くようになっていったので、ただここにも書いてある足がだるいとか痛いとかもいろいろ日々書いてます。あと歩けなかったので、まだ歩き方がどうだったっけって、お年寄りが歩いてる姿を見てすごいなって尊敬したりとか、立ってるだけでもすごいなと思ったりとか、そんな本当に精神的な日々なの、患者ってこういうもんだなって思うんですけども、それをしながら、二世の先生から水中歩行とかいいよって、ゆっくり行けばいいよって言われたので、いろいろ検索をしたら、いうふうに
あったところ、あの市営の水中プール、歩行用プールっていうのがあって、そこにじゃあ行ってみようと、あのゴミ焼却場の熱でやってるので、1回200円なんかのところあるんですけども、それに行ったらですね、私より、この私は、もう50代後半なんですけれども、私より年上の人ばかりが、みんな水中歩行をぐる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 、すごいスピードで歩いてて、私はそこに全くついて、最初は行けなかったんですけれども、そこに行きも始めました。で、12月のこの18から20、だん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 、自分なりにも、その、この間先生20回ぐらいでもいい、17回ぐらい先生のところに通っています。大体3日間ぐらいずつなんですけども、で、しびれはだいぶ良くなって、あとそのここの足の先がこう動くようになってきたんですが、まだまだ歩けないし、杖ついて歩いてましたが、少しもこの時点で仕事は少し始めてました。それで腰の痛みがだいぶ軽くなってきたなと。で、水中歩行とか、ちょっと、まあ、ヨガを少しやったりとか、そんなようなことをしていったら、二席の先生が、なんとなく、この時も先生はまだ、どこかで手術をした方がいいかなと。で、要するに先生は年末は病院忙しいから手術するんだら年明けにしようねって言われてて、まあ、ずるずるこうした日だったんですけども、ちょうど本当にクリスマスの前23日でしたが、なんかだいぶ足をこう動かして力が入るようになったねって言われて、一回 MRI もう一回やってみようかと言われまして、23日の日に MRI をしました。笑いますけど、MRI するときにここにヘッドホンするんですが、そこにずっとクリスマスソングがね、かかってたのをよく覚えてるんですが、そしたらば、先生がその結果をその場で、その終わった後すぐに見てくれるんですけれども、ヘルニアが少し小さくなってるよって言われたんですね。すごいびっくりしてというか、私はそれを毎日毎日寝る前に、勝手にヘルニアってよくわかんないけど、ヘルニアさん小さくなってねってこう、自己暗示というか寝る前に、あのイメージトレーニング、あの仕事でも結構イメージトレーニングはするんですね。私はあのこういう健康のためだけではなくて、いろんな事業を起こすときはほぼほぼあのビジョナリーっていうんですけども、その事業がどんなふうに最終的にできていくかというと、私の場合は映像化し、自分の中で頭の中で映像化をしていきます。で、その実際に最終目標っていうのがこうなるようにっていうのを結構思って仕事をしているんですが、勝手にヘルニアさんがこうヘルニアさんっていつも言って寝る前に思ってたんですけど、小さくなるっていうように思って、でそれを助けてねみたいな感じで、体とか あと今まであんまり足にこう毎日毎日働き呼びかけるってもちろんしないんですけど、お風呂に入るとこの左足、前の膝の左足に語りかけるわけです。で、左足さんだけにかけてると右足ダメだよなと思って右足にも声をかけたりとか、まあ子供みたいですけども、そんなようなこともやってました。で、そうしたらば小さくなってるよと先生もすごくびっくりして言われて、普段これないけどなとかって言われながら言われまして、だったらやはり一回、その時は本当は血検査の結果次第とは1月になったらの手術の日程を決めようかって先生に言われてたんですが、一回手術をしないという判断の中で様子を見ようと言われました。ものすごく嬉しくて、これやったとかって書いてあるんですけども、手帳にあのなんか一日早いクリスマスプレゼントだなみたいなぐらいね思った記憶があります。で、それで25日から、まあ、年末まで、この時は31日か日曜日だったと思うんですけども、あの一回動くために自転車乗ってみようかなと、知り合いがあの自転、まあ、サイクリングツーリズム の自転車のプロがおりまして、ちょっと話をしたら、歩くよりも自転車の方が足腰の負担は少ないんですよと、乗り方にもよるけどって言われて、でじゃあ一回乗って行ってみようと思ったら、年賀状を買いに近くの目的を持たないといけませんと行かないので、郵便局にも行ったりして、あ、自転車乗れるんだとかと思ったりしてました。ただやっぱりずっと足が使えなくて、あの仕事はしてましたけれども、もう送り迎えを職員にしてもらってたりとかして、体力が本当に落ちていっていたので、やっぱり少しずつ階段を上がってみようとか、坂道なんかも杖使ったりもしたり、杖なしにしたりいろいろしましたが、少しずつやっていったら少しずつ体力が落ちるんで、ハーハー行ったりはするんですけど、登るようにできるようにはなってきて、歩けるってすごいなと。ちょうど年末だったので、新年に向けて自分自身のこの人生を見つめ直すいいきっかけだったんだななんて思って、
痛みはまだ時々はありましたけれども、新しい年に向かっていきました。で、この頃、その水中歩行はどんなふうにしてたかっていうと、そのゆっくりゆっくり歩く、歩行専用プールなんですが、大体10分歩いたら5分休んで、10分歩いたら5分休んでっていうのを3パターンをして、で、あとヨガも、普通のヨガではなくて、もともと昔ヨガをやってた時に、の先生に相談をして、今の状況に合った、伸ばし方とか、そんなのを教えていただいて、すごく簡単なストレッチのようなものなんですけれども、そんなことをやったりして、その積み重ねで1月2月を過ごしていったわけですね。で、ちょうどその頃、私、Facebook 時々やってるんですが、その時の Facebook なんですけれども、ここに書いてある、ここがその写真、水中歩行の施設です。で、自分の気持ちが、年の瀬に向けて書いてあるんですね。で、こういうのも、やっぱ書いて、振り返ってみると、自分が忘れかけてる日々の感情とか、あ、この時こうだったなっていうのが思い出すことができて、結構書いておいてよかったなって思いました。手帳もそうなんですが、友人たちがやっぱ相当心配をしていて、大丈夫とかって言われたので、ちょっとだけ Facebook で、友人しかつながってない Facebook なんですけども、でこの右側が、1月16日で1ヶ月ぶりの日赤の診察とか、診察って書いてあって、先生から頑張ったね、良くなってるね、この調子なら治るよって、治るよっていう言葉がそこで初めて出て、あ、治るんだって思った時の気持ちの高揚感というか、で、大喜びをしたら、あと半年ぐらいでねって先生に言われてガクッとしたんですけども、先生も、治るよって言って、私があまり喜んだからちょっと首を刺したのかもしれませんが、まあそんな感じで、でも、半年かなんて思ったんですが、でも手術しないで済んだんならいいじゃないって思って、半年後の完治を目指しますってここに書いてありますね。で、先生からも、そのヘルニアが小さくなる、その食べてもらえる小さくなるっていうののスピード感は人それぞれ違うから、半年って言ったけど短くなる可能性もあるんだよってとも先生は言ってくれたので、またこう、なんていうんですかね、それを自分の中に言い聞かせようと思っています。でその頃たまたま NHK でシリーズ人体心理の巨大ネットワークみたいなそんな番組をこの頃やっていて、なんていうのもこれを読み返すと思い出すんですが、人体にはまだまだ未知なる可能性があるんだというのをテレビでちょうどやっていて、こういう、情報って入りすぎると、良くない部分もあるんですが、自分にとってポジティブな情報はやっぱり入れていった方がいいなと思っているんですが、こういう自分の体験の中でまさに身体機能ってのはすごく多様であって、そういった身体機能、さまざまな機能と実は心や脳や精神って全部つながってるんだなっていうのはすごく思いました。それとやっぱり西洋医学と東洋医学の融合がもたらす治療の可能性を実感していますなんてここに書いてありますね。1月頃そういう心境だったんだと思うんですが、右側のこの辺の写真はホメオパシーの写真です。で、そんな形で過ごしましたらですね、3月3日ちょうどひな様あったんですが、この日が、診察の日で、ここの日に MRI をまた取りまして、先生の方から、もう小さくなって、歩けるようにもなってるし随分動いてるからリハビリはやり続けた方がいいけどもう手術はいらないねと、でほぼ完治だと考えていいとここで言われまして、すごい嬉しいとかって書いてありますね。であとその先生から、本当かどうか別としてなんですが、僕も長年この仕事をずっとして、患者さんをずっと見てるけど、今までこんなに早く、先生は要するに半年って言ってたのが、そこから言われて約2ヶ月後ということなんですが、早く良くなった人も初めてだよって先生が言ってくださって、すぐそれを私は野崎先生に連絡をしたんですけれども、先生が、大丈夫でしたみたいな感じで、言ったということです。で、今いろいろ思うとですね、これは確実な話じゃないかもしれないけど、痛みとかっていうのはどう付き合っていくかという観点で考えるならば、私たちが精神とかもちろん脳ですね、脳内で作り上げた一部ものもあるのかなというのも思っていますし、自分の心と体の力を信じて、やっぱり人間には自然治癒力があるんだと。で、これまで先生からも教わったんですけど、鎮痛剤をなぜ飲むなと言ったかと言ってた、そうするとその薬で治ったと勘違いをして自分の自然治癒力がのパワーが、上がらないんだよっておっしゃって、だけど我慢は施設だめだよって言われてますが、何回もやっぱり
ぱり自然治癒力を上げていくためにはいろんな、物理的なフィジカルな心もあるけれども、心とか精神の力ってもすごく必要だなと思っています。で、当然ですが私の場合そうやってある程度安心しながら治療に向かれていったのは、西洋医学の先生のことがそこの中でも自分が信頼できると思った西洋医学の先生とあと東洋医学の、融合ですね、そこを野崎先生ともたまに話しながらやってきているんですが、そういうことで掛け算をしたことで生まれた、あとヨガとかもちろんホメオパシーとかもっといろんないろんなことを実はやってるんですけれども、治癒力っていうのがこう掛け算で上がるんじゃないかなというのの可能性があるというのを私は実感しています。最後になりますけども、私はまだ完璧じゃなくて今でも先生のところにだいたい今1週間に1回か2週間に1回ぐらいずつ、ずっと通ってます。でこれから3月7日の日に Facebook にみんなに向けたメッセージなんですが、なんか偉そうなことを書いてますけれども、本当にたくさんの人が励ましのメッセージもくれましたし、こう足をが動かない時にちょうど寒い時期でしたが日が出てる時に太陽の光に足を当てていくとなんか痛みが和らくなった気もしたし、普段なかなか行けない見れない自然の動きを見てることですごくホッとできたりとか、本当にさまざまなものやことなんで支えられているんだなということを実感したということで、一つ私にたくさんのことを教えてくれた大変すごく大変でしたがギフトだったかなっていうのを事例報告でさせていただきます。古田さん、ありがとうございました。皆さん、拍手をお願いします。